おはようございまーす。ティナタ、回しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルのビクトリー実況プレイ始めていきたいと思いまーす。今日はですね、比較的ちゃんと寝て、7時間ぐらいだけど、比較的ちゃんと寝て、かつね、久しぶりの、長い休みになってるんで、長い休み？まあ、2日休みっすよね。というわけで、上機嫌です。ちゃんと寝たのはね、最高です。うん、このあたりの時にね、EX 回撮ってた時は、ちょっとどうしても、例えば寝てない日とかね。さりげなく寝てない日とか、そういう日の収録が多かったんですよね。だから EX 回ならざるを得ない。本編はやっぱさ、このテンションでやりたいんですよね。というわけで今回久しぶりの本編収録です。まあ、もちろんアップし、見てる側からするとそんな差はないんですけど、実にこの期間、1ヶ月呪いの言葉をシューターボールを相手のゴールにEX 界から時々昇格してたパーティーがあるんですよ、本編に。そして今回ついに EX 界から出陣、勇者アマ×竜の剣技アートアスバトルドーム。いや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 、出てきちゃった。まさか出てくるとは。 EX 界のね、壁をぶち破り、ついに本編に登場。いいのか、勇者パーティーはこんなんで。EX 界や多くの本編でも敵チームとしてね、凶悪なインパクトを残してるじゃないですか、この勇者チーム。もう紹介した方がよくない？ということで今回290いくつかにして、なんとこのチームがね、出陣しました。勇者パーティーの紹介したらどうなのこれ。というわけで来ましたよ。凶悪なんだよね。もうね、何回か敵チームに回した時にね、こいつ結構前線してるの、毎回毎回。まあ、まず言うまでもなくこれですよ。あなたから、あ、ルーの剣技。これ本当にこれがやばいんだ。あのね、お供のモンスターが何であろうが、勇者の天かける竜の剣技がいかに恐ろしいかっていう話ですよ。単純にもうそこです、まずは。ただしですよ、オフェンス面はほぼほぼ完璧なんです、このチーム。ただこんなにまだ、ちょっと待って、結構ひどいな今の。結構ひどかったぞ今。このようにね、守備面は壊滅しております。ちょっと待って待って待ってって。えらいようになってんだけど、どうなってんのこれ。ついでにお前も言うぞんかーい。はーい。パン。敵チームにしては可愛いな、290の。あ、でも可愛いけど強いぞ。あ、強い。なんでこいつ、なんじゃこいつ、弱いやんか。オフェンス面は強いですよ、でも。このアトラスの威力係数も高い、力も高い。この明らかな破壊力、トークと味わいや、ベイビーサイオン。あれイエーイ、なんじゃこいつ。来ました、皆さん大好きの。組んだるけ、勇者と僧侶、セイモザ。呪いのことだね。シュートーボールワイトのフルフルシュシュー。呪え、呪ったら、呪わないか。つまりですね、もうこのチーム破壊力はもうすんごいですよ。かつ呪いの言葉ってそんなに威力も低くない、かつ状態上ビルハーンの嘆きの歌ってあるじゃないですか。あれはちょっと威力低すぎかなって思うんですけど、この勇者とソウルで組んだことによる呪いっていうのが強い。てか正直呪いってなんか刺さる相手そこそこ多いんですよ。かつそれが攻撃で全体っていうのがもう強い。なんでね、ミイラ男のこの明らかな強さと。んで、ちなみにもうこれリーサルですね。終わるのか？アマかける、ルーの剣技。ちょっと待って待って、二段級者なんだけど。圧倒的パワー。同じ EX 界でね、EX 界生放送でちょっと強力なインパクトを残したチームと対決します。ちょっとなんで俺じゃないんだよって突っ込んでくる方がいると思うんでね。さあ、超鉄壁チームとの対決です。まあ、ただ、超鉄壁チームとはいえどですよ。天かける竜の剣技がそもそも怪人出たらもう関係ないんですよ。さあ、この鉄壁の中にね、打ち込めるか。1988VS3100。HP はどうなんだろうな。正直向こうは火力はないんですよ。うん。天かける竜の剣技120って。はぐるメタル先に動いてんね、てか。これでかいな。はぐるメタルのヒットアンダー、はぐるメタルが一番このチームなんか、怪人だねー。やっぱそれはもう怪人たちは強いから。天かける竜の剣技、回避率がバカみたいに高いんですよ。この忍びの服を着ることにより素早さがね、150ぐらいになってるんですよね。ということで、素早さが回避に出やすくなってるんで、素早さにより回避率が高くなっている。かつ、天かける竜の剣技もそこそこ回避率高いんですよね。うん、さあ、呪いの言霊シュート。威力どうだ、
なんとこれ25ミス。あがん、あがん、あがん、プロトキラー来たやん。プロト、え、プロトキラーって呪いに弱いんですけど、そもそもダメージがミスっていうことで当たってないんですよね。これじゃ状態異常になんねえじゃねえか。ちょっとミイラ男まだ今はね、ちょっと待ってるわ。あー、カットないこと、硬いね、さすがに。さすがにちょっと硬すぎるな。140か。やばいぐらい硬いぞ、あいつは。まあ、そこはね、ミイラ男はよ、シラッと避けるわけですよ。シラッと避けます、ここのミイラ男。このチームって、アンダー20っていう、ちょっと独自のルールがあるんですけど、例えば特典とか装備、特典装備で、20点以下になるように組む。それが実はこの、1P チーム、アンダー20で組んだんですよ。制約の中組んだチームなのに、本編に出れるほど強いという。なんだったら本編のチームを何回下したかわかりません。いや、削り合いになると多分ね、2P チームね、ダメだね。火力足んない。ウィーヤン。アトラス。はぐれメタルだろうが何だろうが関係なくさ、アトラス食らってくるのは何なんだよ。さあ、王女の入りました。アマかける竜の剣技68。余裕で耐えられそうなんだけど。でも、耐えても結局向こうの火力もないからね。なんだかんだでそのままですね。力でご利用していく。防御面はないけどね。ま、会心でりゃ、関係ない話。大破壊の一撃 !100! 大破壊の一撃は100っていうね。ただ向こうもちょっとじわじわと追い上げてきてる感あるな。アトラスをこうやって狙うとやばいな。防御面弱すぎ。大丈夫大丈夫。呪いの言葉で。でもな、呪いの言葉はさ、これ、はぐれメタルとデンターに当たるね。さあ、シュート行くぜ !40、10だら。プロトキラーなんで立ち尽くしとんのよ。立ち尽くしとんの面白すぎでしょ、あいつ。防御面と攻撃面。向こうは完全に最強の盾みたいなとこあるね。よい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 よ。最強の盾終わったわ。最強の盾終わりました。最強の盾終了のお知らせです。ルビスの守りでいいじゃん。さあ、相手にも本日恵まれてます。もうバチバチ勝っていきますよ。てか敵として何回もこいつら勝ってるんですよ。敵として出てきた時に毎回毎回アンダー20勝ってやがるんですよ。なんだったらこの前の本編でも出てるんじゃないですかね。あ、いよいよね、ホーム側、なんかホームとアウェーみたいな感じでホーム側に来た感じがするな。さあ、ご利用していこうや。アマかける、あ、竜の剣技96。90。いや、会心出たら終わりよ。じわじわと削ってんだぜ。いくら防御が硬くても。ちょっと待ってって、こいつら負けねえじゃねえか、本当に。正直火力面は負ける気がせんね。ただ武闘家の対決ですね。今度は武闘家は単体攻撃を避ける性質がすごい高いんで、ということで雨かける竜の剣技大破壊の一撃はね、避けられる可能性はあります。ただここになってくると、こうなってくると多分ね、生きてくるのはミラオとかだと思う。全体に呪いはやばいんですって、普通に。シャドウサタンがマガマガしい光っていう技があったんですけど、あれは攻撃しないじゃないですか。だから失敗するのリスクがある。ただ呪いの言霊はちゃんと威力もあるし、呪いにもできるっていうのも強すぎるんだよね。さあ、ミイラとかでちょっと抱えてくるんじゃないかなって感じですね。さあ、雨かける竜の剣技、ドラゴンキッズに避けられていく。これですよ。武闘家チームはとにかく避けるんで、まあ、呪文がないんだよね。だから物理しかないみたいなとこあるから、むしろこのパーティーは。いやー、当たっても245。ドラゴンキッズ硬いね。物理しかない的な感じだと、こう、避けられるとまずいね。さあ、キースコ、アイスカシミイラ男に突撃、なんでだよ。さあ、デインもやばいね。的確に確定命中で300ぐらい出るんじゃないかな。誰にかわかんないけど。アトラスじゃない？あ、ミイラ男か。そうね。300ぐらい行くね。さあ、向こうはオフェンスは、もう守りは避けだから、どんだけ当てれるかが大事ですね。あと、終盤の競り合いは主人公しかいけないんですよ。さあ、大破壊の敵が、ドラゴンキッズに飛んでいく !300、いや、強い強い、打撃体制の上からかよ。打撃体制の上から340やばいな。さあ、来たよ。呪いのことは頼むぜ、バトルドーム。行くぜ、バトルドームシリーカー。相手のボールにシュート行くぜ。いや、強いんだもん、ほら。威力も高いしね、ちゃんと。ちゃんと威力も高いのはやばいよな。さあ、あとは、このパーティーって状態以上に結構弱いです。まあ、アトラスとかのせいですけども、主に。
さあ、この状態上をかわせるか、パフパフ。状態上かわせるか、せーの。おっと、うん、十分かしてる。主人公がね、てか、もう、このチームはマジで主人公が火力を持ってるからね。雨かける竜の剣技持つと、男がどうであれ大体強いんすよ。で、かつ、アトラスと、アトラスは火力あるしね、耐久ないなーと思ったんですよ。あの、3100の HP で強引に。さあ、向こうも状態上重ねていくどうだろう、みんなとか当たり、まひるとでかいけど、まひらないっていうね。でもこっちは呪い返してやるよ。なんだよ、こいつ。このパーティー、ここまで強いと思わなかったからな、俺。実は、僕、このパーティーは自分で考えて作ったわけじゃないんですよね、そもそも。このパーティーっていうのは、他の方で大会やってる人がいたんですけど、オンラインの。オンラインの大会をやってる人が、参加で作ってた。その、なんていうかな、点数とか気にせずに、普通にガチで作ってきたパーティーみたいな。会心かな？違う、200、会心かと思った一瞬、キスコに行ったら。その大会で見たチームで、そのチーム見て、あ、いいなと。アンダー20も満たしてるし、いいんじゃないかなと。思って作ったら、この活躍ぶりですよ。思って作ったら、この活躍ぶりびっくりですよね。もう想像以上に強いんですよ、このパーティーが。さあ、つばぜりしましょうや。今日のつばぜり合いです。久しぶりに最初を出したわ。ウィーリムコンだから許してあげて。で、相手の武闘家チームは一つ穴がありまして、ドラゴンが2体いるってことですね。はい。いつもしてきたります。このチームを使うと。ドラゴン切り終わるよーって。終わりそうって。終わりそうだな。307、アトラスが走り出した粉砕の時期爆裂おー、まだだま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 だだぜまだこっから怒涛の逆転あるかもしんねえな。まだでもあるっちゃあるんだよな。逆転も。ミイラ男が呪いの言霊を全部外さないとわかんだけど。アロイの子はやばいんだよな。1体90だからね。呪いの言霊を全部外せばあるよ。いや、それでも次のターンでいけるって。さあ、呪いの言霊か？来た来たわ。呪いの言霊をシュートボールを巻いてるところにシュート超大大大絶対負けられるんじゃないかな、このチーム。実は僕が好きな勇者パーティーはもう一つ作ってあったんですよ。勇者同士の対決です。ね。本当は、こっち紹介する気でした、僕は勇者パーティー。このキラーパンサーダッシュランっていう、この勇者パーティーは、こっちも動画でそこそこ活躍してたし、生放送でもね、活躍してたパーティーなんで、こっち使おうかなと思ったんですよ。ただ今回バトルドームの方が上だったね。優先順位のバトルドームの方が上だった。でもちょっと見ないとこ調子悪いな、今日。ね、呪い1回ぐらい止めると思ったんだけど、さっきの試合でも。さあ、この戦いの場合、キラーパンサーに攻撃が集中するんで、彼にどれだけ攻撃当てられるかって感じですね。主人公にターンあれ勇者って判断力そんな高くないんですよね、確かに。さあ、向こうも雨かける竜の剣技でしたらしい。ただし、注目すべきは、向こうも雨かける竜の剣技なんで、今回はちょっとゴリ押しが通用しない。向こうもちゃんと彼こうしてくるからね。ジップ一戦神風の牙で、アトラスが狙うから、ダメージエースはほぼほぼ互角になるんじゃないかな。うわー、アトラスがさあ、呪えることの前、主人公を呪えばでかいんですよ、てか。主人公を呪ったら、正直めちゃくちゃでかい。シュートーボールを相手のゴールにシュー天空の盾持ってるよ天空の盾持ってるかどうかな。多いね。さあ、来ましたよ。こちらも反撃雨かける竜の剣技炸裂うわ、避けられてるよ。一品チームになんかさ、補正が働いてんな、今日は。今日はなんか補正がすごいね。さあ、ミイラ男に。いやー、でもまだ。まだ全然勝てるね。一回1ピロリしただけでも全然違う。この削り合いになってくるとどうなるんだろう。だから今んところ全部ね、ゴリ押してるからね。このパーティーはね、ゴリ押せるパワーがあるわ。うん。なんかね、ゴリ押せる。A を押してれば敵が死んでんですよ。気づいた。このパーティーは A を押してれば並大抵のパーティーは倒れていくって。雨かける竜の剣技が強すぎるだけだと思うけど。多分雨かける竜の剣技が強すぎるんじゃないかな。ダッシュボム、ガードされてるよって。ちょっと待って、本当に、一品チームに運が向きすぎじゃない今回。え、このチームそんな強いの？あっと、これもガードじゃない？うわやばい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 、本当にやばいって。え、ちょっと待って、神試合が。いいのこのチームね。
ミイラ男だけなんだよ、調子が悪いのは。すべて、あとは良好、会心率。おお、こっちもカード。すべてにおいて良好なんだよね、運も。やばいやばいやばい。ここに来てメタキングたちが刺さってるね。キラーパンサーとダッシュランが会心判定出した時に、勇者に行ってるから、それで働いてるからね。判断力が高いと。こうなるのか。いや、本当にちょっと待って待って待って。普通にゴリ寄せるって。いいのか、こんな試合で。え、こんな試合でいいの？やばいやばい。もうだって3回ぐらい攻撃無効化してるもんね。敵として出てきた時も強いのにさ、なんか、味方として今回戦ってますけど、もう勝ち越しありますよ、ちょっと今日。勝ち越しどころか全勝終わるよ。前回のバトマスは、まあ、苦しいながらも勝ち越しましたね。はい。モンマスとかも苦しいながらも勝ち越しみたいなとこあったんですけど、今回は普通に勝ち越せるんじゃねえか。圧倒的なんだよ、なんかもう。さあ、再び相手からの翼レアです。まあ、相手の方が圧倒的不利だからね。攻撃ちょっとガードされすぎた感あるけどな。さあ、このまま一気にご了してもうリーサルと行きましょうや。アトラスが決めてくれるんでね。もうこのパーティーはギガスラッシュ振って敵んとこに A を押してりゃ倒れるっていうね。DLC の強みではあるかもしんないね。DLC 組なんだよね、確かに。アトラスも、ミラ男も。こんなに強いと思わなかったなっていうのが初見の感想。いや、もうこれはね、次のターンに決まるとは思うけどな。さすがに無理でしょ。260は耐えられないでしょ。さあ、アトラスが粉砕の撃で終わりかな。さすがに大破壊で避けられるって可能性はあって、まずそこから逆転あるよ。だから。さあ、ここで決まるのか、大破壊の撃ホームランするか。行くぜ、ハーゴの神殿からちょっと借りてきたぜ。行くぜ、ドカタの大工みたいに、ホームラン。綺麗に決めてくれたな。ちょっと待って、この動画初のさ、全勝チャレンジ来てない？対戦系のやつで全勝したチームはあんま見たことないよ、俺。ちょっと、全勝チャレンジがかかった。最後の大一番来ましたレジェンドさん最後あ、まだ戻ってほしいですやったやったやったね。いや、ちょっと待って、本当に、全勝チャレンジがかかった最後の大一番ですよ。まさか、EX 界でね、ポツリと出てきたこのアンダー20チームがね、本編出て全勝チャレンジしたらすごいよ。いや、こういうことがあるからモンバトって楽しいんだよね。なんかさ、自分の知らないチームだけど、いざね、こう使ってみたり、実際見てみたら、え、強いじゃんこのチームっていう発見があるのがモンバトなんだよね。そう、このモンスターあんま使わないなっていうモンスターでも、他の人が使ってるの見て、あれ？このモンスター強いのかなってなるわけですよ。で、使ってみたら、あ、意外といけんじゃん。あ、こういう組み合わせあるんだっていうね、新しい発見が今でもある。それがね、モンバトというゲームですよ。で、どうなんだろうね、この戦況的には。今までみたいに削り切りっていうのはちょっと難しいんですよね。魔王系って HP 高いんで。魔王系は基本的に勇気を貯めて勝つ効果が圧倒的に多いから、スバセリアもできないしね。なんで、その勇気を貯めて勝つっていう戦法を今まで取ったことないしね。で、悪夢はやばいね。んで、大丈夫？はい。食らいすぎよ。あ、でも寝てない寝てない。そろそろ輝いてくれ。そろそろ輝いてくれ。ミイラ男。今日、あんま呪ってないぞ。行くぜ！シュート！ボール相手のゴールにシュー！行くぜ！いやー、呪ってねえなー。今回相手が悪いのかな。なかなか呪えないね。主人公も呪えなかったしね、結局。さあ、問題はですね、向こうの火力に関してはデインでこんなことになります。デインでこんなことになる。デイン打点取られるやつがいるのがまずいな。ミイラ男お前取られんのか。いや、でもワンチャンこれゴリ押しも狙えるんじゃないかな、この火力なら。いや、本当に結構ね、出るね。ってことはワンチャン本当にゴリ押しもいけるかもしれない。4300を。武道は魔王の中でも低い方だからね。クソドラゴンあたりがね、HP5000 持ってるんですけど、4300からワンチャン削り切りもいけんのかも。下手に勇気貯めて勝つよりね、削り切った方がいいのか。いや、でも全員で300出てんのはちょっとまずいな。悪夢も150と100だったでしょ。主人公も100ぐらい食らうとしたら300打点取られてるからね。いやー、押し負ける可能性あんね。ちょっと耐久力のなさが、単純に魔王が強すぎるのではないかというね、ツッコミの方が上ですけどね。302天かけるリロ元気は302ですよ、これ。強い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 。天かける竜の剣技でね、どんだけひっくり返せるかだと思うな。向こうはもう悪夢しかないから。悪夢しかない。こっちも呪える言葉しかねえよ。いけ、呪える言葉。
いけシュート今日は勢いはいいんだけどね、なんか勢いだけで終わってるね呪わないね、いつものさ EX 界の敵に出たさ呪いがないんだよ。いやでも悪夢で結局寝たら同じだからね、今まで全部そうやってみんな負けてるみんな無通りでね挑んだやつはね負けてんだよ。おお、お互い状態上にかからない戦いだねお互い状態上にほんとかからないね、なんか今日はお互い屈強な戦いだね、なんか状態状態性がね非常に息してる戦いですね、はいあ、なんか待って待って待って、なんかひっくり返すんじゃねえかな、なんかひっくり返すのが入ってきた、ほら HP 差が300まで奪ってるね、とどめの一撃は相殺するとしてって思ったらここで悪夢が来るんだこれ。でも大丈夫だ、今回なんかね大丈夫そう。ダメなんだいやミイラ男が起きていた、まだ希望の光、希望の光になるミイラ男、なんだ希望の光のミイラ男ってゾンビだろお前、いけ希望になる、お前希望になれ、このパーティーの勝利への希望にならない、全然ならないんだけどちょっと大丈夫、このままじゃ負けちゃうよ、次のターンどうする、でも次のターンなんか勇気はギリギリだぞ、勇気ギリギリだね、ワンチャン状態上止めるとかの方がいいかも、状態上止めて勇気も追いついた方がいいよ、これはやばい、ちょっと待って、いや本当にやばい、あちょっとちょカチ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 って言ってたやばいやばいやばい、本当にやばい、状態上に行こう、いやマルチある、状態上で止めて勇気も追いついてダメージも追いついてしかないよ、行こう状態上、さあ胸を学びました、生の欲望知りやがって、無道止めるか、はい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 、おる希望になる、ミイラ男希望になれ全勝チャレンジかかってる、全勝かかってんぞおい、いけ全勝かかってる、今日はお前がここで輝け、うわー、いやーまだだま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 だ、必殺ファイナルブロー、いけかっこいいぞこの技、かっこいい、いける、ほらじゃあちょっと今まで何運が良すぎたってか、あれ今まで粉砕だし、バクルズ何してんだもん、ちょっとああ今まで運が良すぎたってか、それともさ運が良かったけど結局無道は強かったのか、あれ怪獣もメガソファ変身、あの所詮アンダー20です、それでもここまで